んばんは。ただいま。ちょっと待ってね。はい、引用リツイート完了。ツイートと引用リツイート完了でございます。みんないいねしてね。フラペチーノさん、ダルマとハート、マンチャラモンスターさん、タツノオトシゴ、ありがとうございます。あ、テロップ入れよう。テロップテロップ、こんばんは。テロップ、まあいいか。あ、待って、まあいいか。公演ありがとうございました。車車やすめさん、スイカとタツノオトシゴ、ありがとう。あ、違う、チンヤンの子だ。ありがとう、見れましたよ。え、今日ね、多分ソラハのこと知ってる方っていうか、ソラハのこと来たことある方は多分全員にレッスン送った気がする。楽しかった。普通にソラハ推しじゃない方にもレッスンしたんだけど、ちゃんとソラハ推しの方は結構レッスンみんなに送れた気がする。公演お疲れ様。お疲れ様。今は矯正していないので喋りやすいです。こんばんは。公演お疲れ様、ありがとうございます。おお、たくさん、たくさんハートありがとう。こんばんは。公演の感想を話しながら、いいね。晩ご飯、そらもう今日は頑張ったし、今日ね、朝なんかトルティーヤみたいな、なんかローソンのお昼ぐらいに、なんか、あ、ピザロール、なんかローソンに売ってるピザロールのなんかもちもちフィリーチーズステーキサンド風っていうやつをお昼に食べて、で公演前にあんまお腹空いてなかったからね、その事務所でにたくさんあったね、差し入れ3つぐらいのお菓子をね、ちょちょちょんって食べただけだったからね、今日はご褒美としてドリアを食べた。さっきあのトマト仕立てのミートソースドリア、空が最近ハマってるドリア、ドリアを食べてご褒美。カフェラテちゃん、ちっちゃいサイズ。今日はね、いっぱいリハーサルでも踊ったし、本番でも踊ったし、あんま食べてなかったということで、今日はいっぱい食べたドリア。ぷわー、疲れちゃいました。めっちゃ楽しかったんだけど、やばかった。イギャーさん、お疲れありがとう。ヤスベさん、ハートありがとう。今日はあまり食べてなかったので夜がっつり食べた。がっつりがっつり、ハートありがとう。最後のやつはね、いや違うんですよ、あれはなんかね、あれは本当はただ本田さんが歌うだけだったんですよ。でもなんかどん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 歌っていくしで、なんてあれはもうアドリブでしたね、途中から。本田さんが歌うだけだったの、初めは。なのにみんな歌いだして、びっくりしたよ、マジでマジでびっくりしちゃった。ブラピーさん、ありがとう。貝殻マイカ、そう、久しぶりでした。こんばんは。おい、の仕方一瞬忘れた。よかった、思い出してくれて。そう、びっくりした。空も汗してました。もう楽しかった、めちゃめちゃ。もうね、楽しすぎて、マジで今一人ぼっちだからめっちゃ悲しいっていう感じ。さっきまでメンバーさんとかファンの皆さんと一緒にいたので、空間でめっちゃ久しぶりって感じ。もうこの感情、久しぶり。なんかね、5周年コンサートの時とはまた違うんですよ。だからこんな、もうこうくたくたになるっていうか、やつの久しぶりすぎて。4ヶ月ぶりかな、ツイートしてますよ、昨日メールにも送ってる。安定の残業、あ、
みんなから、みんなの残業は嫌だけど、ソラハが思う残業はいい残業、恋愛漫画の残業は、で、なんか恋に発展する、漫画の残業は大体恋に発展するからソラは好きだけど、リアルの残業は嫌いだよね、みんな。そんな感じじゃないもんね。そう、そう、ほのたんさんだけが歌う予定だったの。池橋さん、かわいいとスイカありがとう。今年あと1回ぐらい公園行くのが目標。え、前川公園来て。めっちゃね、めちゃレスをくれる、下手だったら。池橋さん、あとありがとう。前川自体動物園は面白いんだけど動物園ペンライト、え、そう、見えてましたよ。なんかたまに赤と緑のペンライトを下にしてるの見えた。光らないようにしてるのかなと思ったけど。お疲れ様です。おみさん、本当ありがとう。なくはない、あ、なくはないの、なくはない、どういうことだ、詳しく聞かせてもらおう。周りそらちゃん、おし多くて困った困った汗、え、ちゃんと、そう、多かったんだけど、そう、今日なんかね、そういう話多かったの、めっちゃ嬉しかった。いつもより多かったら、めっちゃ嬉しくてね、ちょっとテンション上がってました。でも結構みんなにちゃんと目見たよ、目見てレスみんなに送った。届いたかな、分かったかな、自分だって。でも私レス送るときね、目ちっちゃくなっちゃうんだよね、こうやってしちゃう、ガンビラ気にして。私はソラハにお帰りって言われることが目標。いや、本当ですよ、ソラも言いたいよ。毎回声聞き渡してやったー。たかやさん、ハートありがとう。残業にいいこと言ったじゃない。こんばんは、ソラハしかかたん、ソラハしかかたん。今日メイクね、いつもより濃くしたけど全然わかんないね。結構ラメとか塗ったんだけど、あ、もうわかんないね。でも下のラメ結構多いかも。まあ、ちゃんと見てましたよ、かわいいって思って。今寂しい、かわいい、目立たないようにしてた。ちゃんと赤と緑振ってくれてたじゃん、もらった、え、送った、言おうと思ってた。早く8月の公演予定教えてください。え、マジそう、それはそう、今日言ってました、メンバーでも。いつもギリギリだからね、予定は忘れないから、早く予定発表してくださいってみんなに言ったよ。今日もめっちゃ疲れた、もうなんかね、もう全部出し切ったって感じ。ちょっとね、ちょこちょこって間違えてしまったとこあるんだけど、でもめっちゃ楽しかった。後ろの端っこ、え、しかもね、下って紙でなんだもんね。でも全部見えたよ、ちゃんと。生誕、いや、ソラハもね、生誕はマジで分かんない。公演はこのぐらいにあるのかなっていうのは分かるけど、生誕ガチで分からない。おかえりって言ってくれるとき、どのタイミングだろうね、おかえりって言えるの。斉藤さん、お疲れ、ありがとう。メイクは濃い、いや、私逆に濃いって言われた方がいいんだよね。私濃くしても濃くしてもみんなに変わらんって言われるから。アドジさん、スイカありがとう。目合ってる、そう、ちゃんと送ってるよです。いや、夏休みに公演があれば嬉しいかな、待ってます。8月だったらいけない、あ、確かにね、生誕いつだろうね、8月。でも8月なんかバタバタ鼻だれ、ばっか鼻だれ。ソラハがいつ出れるか分かんないんだよね。最初でちょっと体重崩してるソラハちゃん。え、なんかね、そう、フラストレーションなんか出るんだもんね。なんかこうやってしてる時あるんですけど、なんかどん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 ちょっとずつ前行ってしまって恥ずかしかった。なんかちょっとずつ進んでいってたんだよね、びっくりした自分。なんか進んでるなと思って、なんか進んでるって思って進んでた。
初めてエスティの公演はそろそろじゃない。え、行きたことないの？エスティの公演。空半死っていうかなる前。こんばんは。今日は上関でした。お、やったね。てかもう近くてびっくりしてた。嬉しかったです。ありがとうございます。笑ってくれてるのなんか目だけで分かったよ。上、え、そう、上手にね、上手に多くて、うち下手ないよって思いながら、そう、レッスンをくれる前半の曲全部下手ないよって思いながらやってた。こんばんは、たくさんお疲れありがとう。花だね、元から可愛い、優しい。あとありがとう、ミロさん。レッスンにお顔反応したつもり。あ、分かったよ、ちゃんと。花だれマイカ、どっちでも同じぐらい楽しいと思う。たくさんありますでしょ。で、なんで照れとんねん。メイク薄い、メイク薄く濃くしても濃いって言われないよね。してのパフォーマンス生で見て、あら、じゃあもうあとちょっと半年で見ないとじゃん。正面見るかな、斜め先のスライザー見てた。釣られなかったですか。指ハート来てとても幸せだ。はあ、ちゃんと今日は目が合いましたね。不安だったけど目が合って嬉しかった。ありがとう。パネルもゴソゴソしてるの見えたよ。前よりの席だったから厄介できんかった。いやいや、後ろやったら厄介する。厄介って何する。最前席の人とイチャコラしてるところのゲーム一番楽しかったです。結構みんな結構レース多かったです。ちょっと緊張した。なんか前の方に空星ってか赤緑のペンライト見ると緊張するんですよ、めちゃくちゃ。なんかそわそわしちゃう、うおーってなる。どこ見ればいいんだろうってなる。矢田さんと今日遊んだ。お、いつの間に遊んでたの。お日様ってどういうこと。元でもめっちゃパセリだったね。悲しかった。こんばんは。赤緑早く振りたい。振って頻繁に振ろう。で、空もフェス出たかったんだけど、関東とかの方であるフェス、なんで私出れないの。悔しい。変に緊張緊張した。10秒くらい見てた。10秒くらい見てたら遊んでくれる。え、ソラハじゃない人を見てたのか。マイカ、なんでこんなに楽しいの。楽しいって、楽しい、大好きすぎチャンネル。でもそうやって言ってくださるのが嬉しいよね、本当に。なんかさ、ソラたちもすっごい楽しいからさ、それが伝わってるのが嬉しいしさ、それでね、みんなも楽しんでくださるのが一番だからさ、嬉しい。スケブ上げ放題。あ、そういう方？全員とは遊ばんかった。褒めて。初めは髪取りしてた？こんばんは。え、ティフメンバー決まってない。え、知らないんですよ、ティフメンバー。え、でもなんかさ、今なんかいろんなイベント発表されてるじゃん。なんか2、3個発表されててさ、 PR じゃないメンバーのなんかあるやん。うん、私出れてないんだけど、つら。ティフも絶対出れないでしょ、あれ選抜メンバーさんだけでしょ、東京行くの。だから出れないだろうって思って、予定8月の頭ないんだろうなと思ってるよ。こちらから会いに行きましたって。お、会いに来て。でね、なぎさんとこありがとう。七不思議遊ぶりこち。さあ、じゃあ目当たら3秒以上我慢できない人。あ、でもね、そらね、 みんなと目合うとね、緊張しちゃうんですよね。なんかファンの方と、しかも近、あの
なんか近い時は特に、なんか遠かったら全然見つめれるんだけど、こういうメンバーと楽しんでるって伝わる。そうです、早く来てっていうの、赤緑とか振ってペンライトとか、これ疲れそう、疲れそう。8月6日かな、研究室のエミとイコラブは見に行きます。え、 STU は多分出れない気がする。16人だろうなって感じですね。ほぼ全部赤緑だった。少し遊んだ、あらパセ。選抜メンバー大体東京好きってね、東京とかフェスは大体選抜メンバーで、なんか選抜メンバーさんがなんかある時はなんか誰かが代わりにって感じ。これは楽しかったね。絶対なかったでしょ、当日券で来るかなと思って後ろ見てたけどいなかったよ。一番雰囲気が良いです。嬉しい。なんかさ、今ちょっと自分の雰囲気がめっちゃふわふわしてて気持ち悪いなんか多分今すごいね疲れちゃってるんだよね。今多分寂しいっていう気持ちがすごいあるからめっちゃふわふわしてる。なんか気持ち悪い、いつもの私じゃない。おきっぽが悪乗りしてる時めっちゃ楽しんでるの最近おゆうかちゃんほんと悪乗りするよね。もうよくないよ。スラーちゃんしか見てないのに、絶対嘘じゃん。絶対嘘だ。パセ見たでしょ絶対。スラハに会いたい。2日ぶりの8回。めっちゃ1日に言ってくれるジオン。STU は日曜日なのでシナノさんが出るか出ないときます。ねえ、なんでシナノさん呼び？急に。でもシナノさん、スラハって呼ばれたことないか。スラハしか勝たん。そろそろ公園行きたい。なんでどういうこと？いたじゃん。私はあれ誰を見てるの？幻覚ですか？幻覚ですか？サイリウム片手に21時まで仕事絶対してないでしょ。ペンライト片手にはしてないでしょ。もう両手パソコンとかじゃない、仕事してたんじゃない。お疲れ様です。めまい貧血ではないですね。なんかふわふわしてる。皆さんあの時は近い子って感じ。なるほどね、嬉しい。さらちゃん可愛い曲好きやったけど、かっこいい曲との時好きだってことに気づいた。そう、かっこいい嬉しいだね。こんばんは。リフネさえも寝ない、リフネない。でも絶対無理だよ、絶対選抜メンバーなんだよ。悔しい。さらしかかだもん。私はこの人がソラハちゃんをってなってた来てるけど見つけた、スライ分かんなかったって言われた。2列目だよって言ったけど分かんなかったっぽい。しな、僕に似た人がいる。じゃあ僕に似た人がめっちゃソラハじゃなくてパセ推しになってた。めっちゃ悲しかった。公演中レッスン送るかめっちゃ迷ってちょっとしかしなかった悲しくて。ティフ出るなら、そらもうティフ出たい。マジで公園行きたいよ。5周年は距離が遠い。でも見つけたじゃん。めっちゃ上から見すぎちゃったけど確かにね、公園近いもんね。日曜は北海道さんでます。おーい一風堂はねめっちゃ昔に行きました。赤からオレンジ、赤から白にする暇がなかった。あ、ミホリンとパセか。こんばん。めっちゃ見下されました。みんな本気で遊ぼう。公演メンバー全員からレスチャレンジとか今日はして。あ、本当に？そう、見つけたらアリンコポーズ毎回してる毎回してるよねマジで。見れないどうにかな、ペンライトの色。確かにみんなあれだよ、ヘタレな私が。もう緑緑めちゃ緑、めちゃめちゃみんな緑にしてくれてた。クワトロ音叩かれると。あと今日多分初めてかな、リンゴヘアした。初めてじゃなかったらめっちゃ嘘ついてる。リンゴヘアした、ちょっと変えてみた。
仕事でキャンセルしてた俺の立場じゃあ公園に来て、近い公園でね。はじめまして、名前なんて、シナノソラハって読みます。シナノソラハです。 STU48 シナノソラハです。よろしくお願いします。もしよかったらルームフォローとツイッターのフォローお願いします。どこでもドアが本当、わかるよ。ソラもどこでもドア欲しい。どこでもドアがあればね、本当にもうどこにでも飛んじいっちゃう。こんばんは、初訪問ありがとうございます。シナノソラハです。人形へかわいい、嬉しい。振りながら言い合いました。おお、プロじゃね、プロ。ピザたちに気づかれる、おもろい。頑張ってください。2022リンゴヘア、そう難しいよね、リンゴヘア。こやつかいさま、ありがとう。髪型で若く見える、本当にそれは良かった。若く見えるのならば、剣道してたよ。のみおくんさん、スイカありがとう。美味しそうなリンゴだね絶対美味しくないからやめた方がいいよ。絶対美味しくないよ。バス停メッセージこと、お、ありがとう。もしもボックス、どこでもだ。もしもボックスはいいかな、もしもだからね。メイクさん、かわいい、ありがとう。2期生と仲良くなくなって、初めなんですけど、ラサン大好き2020の病気よろしくえ、スペースアップ入ってますか。もドラさん好きにはもってこいの企画がね。あ、もうアンケート終了してるわ。でもアンケート終了してるけどね、素敵なイベントがあるんですよ。こんばんは、チーで、あ、チャンレナちゃんでしょ。今日いなかったね、いらーいって言ってた。2人でソラハしか勝たん。遊びに来てありがとう。うちはおいしい、見えましたよ。めちゃめちゃ見えた。めちゃレス送ったよ。見えたかな。明日仕事、そうもね、明日朝からね踊るんよ、いっぱいダンスレッスン新公演に向けてあるので頑張ります。どんな顔していいかニコニコしててください。おすすめのラーメン屋さんはむちゃくちゃもうチェーン店、天下一品がめっちゃおすすめ。行きたい。あんな近くに今日あったのに行けなかった。とりあえず落ち着いたら絶対超こってり行きます。でもあと2週間ぐらいしかない。あれ、いつから申し込みなの。それな、アンケート通してありがとう。トモさん、あとありがとう。かっぽいんだよ、お前に。ねえ、いつからそんなギャルになったん。明日5時、いや朝、夜かな、夜します。定時行った話、定時行ったの。どうだった、苦手だった。でも、もっとがっつり系が好きよね。こってりっていうよりなんか違うこってりだよね。新幹線、お、気をつけて帰ってね。わざとも残業、じゃあ残業でソラハお茶をプレゼントしに行きたいですね。頑張ってる君。そういう企画やってみたくない、ドッキリみたいな。あ、ドッキリじゃないね、サプライズでみんなのお仕事場に行ってみた。個人がやってるラーメン屋さんはね、私ね、インスタとかやってないから情報得れてないんですよ。悲しい。そういう情報ってインスタとかじゃない、 Google マップじゃ分かんないんだよね。あずみに釣られた、あずみちゃん可愛いよね、小柄でガチでかい。ガチでさ、それさ、研究生ちゃんと仲良くなれないんでしょ。なんかどうしたらいいですか、マジで話せない。ノーピちゃんのガツガツさんにはまだ話せるんですけど、他の方ちょっと話せない。一生の悩み、なんかね、難しいね。私、2期生ちゃんと仲良くなるのも結構時間いった気がするんだよね。ソラちゃんおすすめできるのかな、東京駅のラーメン。だ、そう、ワンチャン東京駅のあるやつだったら、そう、時間がね、あれば。指名と胃袋同じ会話に言うけど、今日食べてないから一緒じゃない。前の仕事場には来ないで。なんで、女の人がいっぱいいるのかなどういう職場ラーメン屋するの。だってラーメン屋してみたいですね、もうラーメン業が成功すれば。テンパって仕事できなくなる。それは研究生にケンケン釣られて言われてる
誰だよ、こんばんは。ライバル視、違う、ライバル視じゃないんだよ。何話せばいいんか分かんないんだよね、マジで難しい。お菓子配る、あ、確かにお菓子ね。ハートありがとう、クッキーさん。こんばんは。今日一緒の空気いたけどね、結構みほりんとかもあずみんちゃんと仲良かったり、パセオ、あのカリオちゃんと仲良かったり、まあ、もうノアピちゃんはメンバーみんなと仲いいんですけど、そういうの見てて、すごいと思って、どうやって話すんだろうと思ってました。ちょっと今日何話せばいいんだろうね。こんばんは、ハートありがとう。年が近いから話しやすい。そう、1個上なんだよね、あずみちゃん。こんばんは、超真面目。そう、一回ね、一回この前の公演の時に、私見学行った時にね、思ったことがいいよっていうところとか、なんかちょっと思ったところがあったから、そういう人には伝えたんですけど、多分誰状態なんよね、多分それはのこと。だから認知されてるかな、私アイドルってこと認知されてるかな。こんばんは。ダンスをしたら写真撮りに来て、いや、それはマジで一番早い。ダンスをしたらマジで撮りに来てくれた。研究生も控えして、そう。確かにマイキューの話を出すと食い出してくれ。それはに興味ないやん。もう丸出しすぎて泣いちゃう。飯、確かにご飯行こう。確かにみんなって逆にどこに住んでるのか分かんないんだよね。自分が付き合って、なんで話せばいいんだろうね。深夜配信のマイキューの大丈夫。すごいね。こんばんは。スタッフにはね、なんか多分向こうも何話せばいいか分かんないと思うんだよね。お互い何話せばいいか分かんなくて、微妙な空気流れてた、この前、あのアドバイスというか、感想を伝えた時。なんかお仕事とかでね、一緒になればなんだけどね、ならないんだよね。雪合戦。天一の人だって、天一壇上すごいね。認知されてますよ。認知されてってほしい。逆になんかつかめないんだよね、どんな子か分かんない。そう、公演とかにも出たり、 MC とか一緒だったりとか、レッスンで一緒だったりとかしたらね、あれなんだけど、趣味の話。怖いパイセン、いや、怖い先輩ではないとは思う。多分アホな先輩でも、今日とか絶対アホな先輩と思ってた。そう、毎回これ終わった後に楽屋で、その今日のね、なんだろうね、なんか今日のありがとうございましたって後に、なんかすごい流れがあったんですけど、それの話とかしてて、めちゃめちゃ盛り上がっててね、なんかカメラマンさんもめっちゃちょうどよく抜いてくださったらしくて、ソラハはきっと後からこう来るだろうと思って、ずっとソラハを追いかけてくださってたら、ちょうどソラハがね、やりだして、もうなんか最高だったみたいな、面白かったよみたいな、なんか言ってくださってたらしくて、カメラマンさんが。だからそういう話で盛り上がってて、みんながソラハのことを言ってくるから、ソラハを答えてて、だからそれを研究生ちゃんに見られてたから、絶対やばい先輩だと思えた。本当にもう今日マジでやばかったけど、今日やばいよ。もうほんとマイカーの悪ノリがすごい、久しぶりすぎて手に負えんかった。もうどうすればもう汗、もう急にみんな歌い出すから、待ってってなって、焦った。へえ、ルールがあるんだ。何話せばいいんだろうね、分かんないんだよね。私も仲良くなりたいんですよ。そうラーメン好きな子いないのかな、仲良くなれたりする、笑わせる。そう、パイセン話しかけたいんだけどね、もうね、明らかに向こうの方がね、向こう方の方がダンスも歌も全部何もかもがしっかりしてるからね、もう何も話しかけにいけないんだよね。最後の見事なのがやばい、最後弱かったね。団地上げるためにカプセル食べて、可愛いんだけど。
ちょっと変わった先輩、うん、だと思われた。まあいいや、なんで、いやいや、でもやばい先輩と思われたかもしれない。マイカールとセナロさんがツッコミになる。いや、なんか場によるよね。あの、時と場合によるか。服はね、いい服ないよ私。面白くて恥じらいじゃん。いや、もう最後本当にもうやばかった。もう汗した。そら恥かかった。どういう気持ちで送ってるんだろう、コメント。マイケルのとこは強い、ソラハちゃんとかなら余裕で1レベルで男女いけないとこもあるし。どういう気持ちで送ってるんですか。どういう気持ちで送ってるんですか。何でもストレートに伝えていいってことはないんですよ、兵庫の子。そう、みんなね、あのアクターズスクール広島出身だから、みんな広島なんだよね。ラーメン、そう、ゆらね、ゆらちゃんとまいちゃん、おもろかったね、ありがとう。 DMM どう締めたいですか。確かにね、どう締められてたんだろう。明日見たいな。お昼過ぎだよね、いつも次の日のお昼だよね。ソラハのあの乗り方が、乗り方で綺麗に落ちて最後は。本当にどんな感じで最新落ちてたのか気になるな。DMM どう。今日もリコちゃんが面白い。いや、もうリコちゃん暴れてたね、暴れてたね。もうそらびっくりしたよ、なんのこっちゃと思って。なんのこっちゃ。 NMA がまたオーディションするから STM やるかな。え、でありそうだよね、なんか STM 今日 NMA。 え、てかさ、この前さ、あの8期生オーディションあったよね。かわいいよねって。ありがとう、空気を変えようとしてくれたのかな、ありがとう。瀬戸内広島、そうだね、広島。課金が愛の大きさじゃない。いや、それはそう、それはそう。すぐいろんな先輩好きって言っちゃうらしい。あら、でもなんかすごいパセとなんか仲良かったですよ、オカリオちゃん。なんかめちゃパセも話してたし、オカリオちゃんも言ってたし、なんかびっくりした、いつの間にってなった。餌でつる。マイカー動物園みたい。いや、ほんとにマジで、もう動物園だと、マイカー動物園だと、マイカー動物園。マイカーマジ一人違うと雰囲気違う。で、なんか客観的に自分がいるマイカーを見たことがないからわかんないけど、なんか面白いよね。そのなんかユミリンさんがまだ出れてないから、早く出なよ。ほのたんさんがね、卒業なさる前にココアさんとユミリンさんとゆうかちゃんと出てたいな。あと一人誰だろう、マイカ二期生ちゃん。マイカのわちゃわちゃ感は癖になるだって。癖になってください。MC でオーバリするのがマイカーだ。いや、本当によ、やばいよね、大丈夫か。セトセブン一人って聞いた。あ、そう、今日ね、なんかもうセトセブン、もともと今現メンバーでは4人いるけど、あのマイカーには3人でプラスあまり出れてないので、ユミリンさんとかココラさんは。だからセトセブン今日一人だった。悲しい。瀬戸マイクも2人だしね、ほのたんさんとゆうかちゃんで。こんばんは。そらちゃん1人飼育員。そら飼育員3期生の、あー確かに研究生ちゃんが昇格したら、確かにほのたんさんいなくなって、いやほんとそれはそう、それはそう。超 DD でいろんな先輩に告白しまくったら、あら、ソラハもお話ししたら告白してくれるかな。マイカはソラハがツッコミに回る気象な。いや、ほんとよ、ガチで、ほんとよ。ソラハ、
ソラハはどっちかっていうと自分なんか突っ込んだりするのじゃない方だと思うの。私はあのなんか回したりとかもなんか回したりとかじゃなくてもう自分が思ったことポン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 発言したい人間なのに発言できない発言できない。矢野さん卒業までに公演たくさん、いや本当にそう、それは本当にそう、マジでそれはそうなんですよ。マイカーが、あ、ソラハね、でもソラハはね逆にね全部見てた気がする。全部じゃないかな、私が出てない3回の公演見に行ってた気がする。舞台中が、あ、そうだ、舞台中が見れなかったんだけど、5月が、4月はパセとあのココアさんの生誕かなで見に行って、前回一人で見に行った。ソラシカ方ありがとう。みこちの暴走ソラちゃん拾うのってなったけどガチ面白い。いやもうあれはもうね、なんてつく、なんかああいうのに慣れてないからマジどうすればいいのか分かんなくて、ちょっとね助けを求めたらね来てくれた、びっくりした、もう感謝だよ。ああいうのってどうすればいいんだよ、ああいうけどもうびっくりしたよ、なんのこっちゃーってなってびっくりしました。マイカー見てると自分のボケってまだなるほどね、マイカー見て学ぶ大事です。それはピエンの3年が僕の点数になるないか、課外活動の例えが、いや本当に、いやもうね課外活動はねしっかりしないとってなるんだよね、なんかはっちゃけるのが難しいよね。もうはっちゃけとる子がおるから、もうすでさあもう普通はっちゃけたいんだけど、あやばいしっかりしないとってなる。ミホリンが突っ込んでくれる、あ確かにね、ミホリンね確かに、ココアさんすごい、わかる。ファミマのフラペチーノいいな、美味しそう。ラーメンしか買ったスライスが買った。パセ泊まりに来んの、なんかね私は泊まりに来てほしいんだけど、パセが明日一緒にお泊まりしたら早く、私たちめっちゃ遅くまで寝ちゃうからって言って、多分泊まりに来ないかな今日は。前に来てほしいんだけどね。そう、唇うるうじゃないと嫌なんですけど、今日公演中バタバタしすぎて、久しぶりで前着替えとかうわーってなってて全然リップ塗れなかった、一度も直せなかったメイク、無視をするかそれに乗るかいや乗るってどう乗ればいい、いやむずくない、どうしたらいいんだろうね。こんばんは、一緒に乗れば、いや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 、やばいでしょ、やばい、確かに配信なかったらやばいよ、本当にやばい、絶対やばい、本当にやばい、本当にやばいよ。今はリップ見てるんですけど、花だれの時面白いって書いてくれてる、ありがとう、嬉しい。同じポーズしてみほりに突っ込ませる、あ逆に、なんか恥ずかしいんだけどそれをするのが。豚骨ラーメンあんま食べないな、こんばんは、同じポーズ、いや同じポーズはめちゃめちゃ自分の中でハードル高めよ、あれは恥ずかしいよ、めちゃ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 恥ずかしい。今日はツイートと画像付きのツイートと引用リツイートあるのでぜひ見てください。何でも大事にしようかな。あそう、あそう、土曜日に19時から研究生メンバーをより知っていこう企画第2弾ST48 チャンネルのやつに出演します。
アンピリッセンちゃんで二期生ちゃん、あ、研究生ちゃんって感じです。いやいや、二人して何してるんですかって。あ、まあ確かにね、ミオリ突っ込んでくれそう。確かに、いやもうやばいな、ハードル高いな。次の MC ツッコミ封印してる。もうね、ツッコみたくなる。もう、うんってなりそう。見てください。そう、びっくりした。これもで出演させていただきます。見てください。で、それな、そう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 、研究生ちゃんね、今年入れる大事な機会なので。全部に乗るの番組、楽しみ。これはあれやない、ソラハが MC と思いきや、アンピが MC とかなんじゃない。ソラ MC じゃなくて質問したいな、側として。仲良くなろう。あ、でもこれあれじゃん、司会ベートーベンさんじゃん。ボケに回る回めっちゃおもろそう。ソラがリコチがツッコミ研究生で、それな、8月20日直接、あ、嘘、出てる。でんでんでん、こんばんは。眠たい、眠たいけど絶対に風呂入らないといけないから風呂入るよ。鑑賞枠、あ、本当だ、詳細出てる。あ、違うわこれ。ソラハは何番レーンだ。7番レーン。1時間目の2時間、すぐ終わっちゃうじゃん。てか8月ってめちゃめちゃ先やないかーい。そうじゃん、ちょうど1ヶ月後。あ、申し込みか、申し込みじゃん。そうじゃん、そうじゃん、申し込みじゃん。お、もうブログ出てる。みんな見てね、ブログ、グググ。確かにね、コロナね、増えてきたよね。18時から配信終わったら家に来るって言ってる。絶対嘘、あの人来ないって言ってたよ今日。嘘だ、腕が鳴りますな。送って、眠いかもしれないけど送ってほしい、めっちゃ気になる。1、2時間目、ベートーベンさんはね、あの2人でか、あのしょ、なんかズームでやったことあります、何度か。1、2時間目、今日パス来ないっぽかったよ。あとね、純潔の女王のあのオンラインくじがありましてですね、これめっちゃいいんだけど、欲しいんだけど、すらこれシンプルに私欲しい、これアクリルキーホルダーとか。いや本当だよ、嘘じゃん、本当に。あの人ね、 LINE 最近返してくの遅いんだよ。いいんだけどね、別に1日経ってたとかじゃないから、1日経ってとかじゃないからいいんだけどね。確実にツイートしてんのにね全然返信返ってこないの。いいんだけどね、毎晩マジで秒で返ってきてたから、パシは秒で返してくる人だと思ってたから、違和感ってあれなんだけどね。こんばんは。研究生ちゃんとのやつどこで出てる。あ、ツイッターでね、ソラのタグをつけてくださっててね、あります。多分シノのソラタグ、いいね欄にあるかも。ソラのチーレに聞いてくる
一回お話ししてみたいな普通に。サイズがタンツンとデレを使い分けてる。いや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 、みんな純潔の女王のやつ見てね。これね結構お高めだね。あでもそんなだ、1回600円、 A 賞、 A の1賞、当選本数で厳選ステージ写真2枚組。三田真央さんかっこよ。え私のめっちゃちねえ悪役なんだけど、私の切り取られてるとこの写真なんておもろいんだけど。真面目のもいつものもいい、どっちも欲しい、欲張りかな。えこれ何、これ何、 A2 賞ステージ写真か。すごいんだけど、欲しいこれ全部私も。アクリルキーホルダー欲しい。私笑っとる、歯出して。アクギーとか欲しい。欲しい。カンバちゃんのあれだね。あ、知ってしない。何これ、すごいシールがある。キャラデザインシール。ないわ、うちのやつ。いやどこだ、かまだか、開始前か。シールは後日か。これはやりたいんだけど。ってかアクリルキーホルダーみんなの分欲しいんだけど。そらすごっ。すげー。みんなやってねっていうのを引用リツイートしてるので、ぜひそちらから気になる方はよろしくお願いします。欲しい。シンプルに欲しい。そらはこれ、普通に言うと。たま、確かにね、終わっちゃった後だからかな。ね、ちょうど物販とかで売ってほしかったよね。そらはも買いたかった、物販で。なになにね、ポーパセ、そらはさん、私が好きと言ったら冷たいのに、私が冷たくしたら好きと言ってくる、どっち。なにこれ、なにショールーム、今ショールームしてるのか。なんか、な、向こうで私の話してるの。ソラハさんが私に好き、違うよ、聞いてきて。いやその、いやもうまた始まったってみんな思うかもだけど、パセがねソラハに好きっていうのみんなの前なの。みんなの前で言うの、みんなの前で言うからだよ。何今配信で私のこと話してるのか。やだ、やめて、やめて、やめてもらって。じゃあとりあえず LINE を早く返してくださいって言ってください。パセと庭出してる。ただいま電波、いや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 、申し訳ないファンの方に。しかも私あんまり人に好きって言わないんだよね。いろんなルームで、怖い怖い、どういうこと、シナノさんの話いろんなルームで、怖い怖い怖い、なんでなんでなんで、怖い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 、なんでなんで、あずみん私もそらだって。嘘、何か言ったから言ったでしょ、あずみんちゃんに。ちょっとそらのショールーム見ようかな、あずみんちゃんのショールーム見ようかな。でもマジで目合って挨拶するぐらいなんですよ、研究生ちゃんとは。これがち、全然お話ししてない。そう、あずみんちゃんね本当に小柄でガチでね大好きなよ、マジで。もう可愛い、好きってなってるんですけど、でもマジで緊張して何話せばいいのか分かんなくてね、お互いに話がつれ違ってる。かわいい、あずみんちゃんなんかしてる、ご返答。いや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 、でも今音流してないからわかんないけど、パセ、そうパセ声ガサガサ、そうなんですよらしい。なに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 、
なんか私2人の、ま、ショールーム見た方がいい。パセはパセはもう終わった、その話。え、何またね、コメントが、コメント何、私のことなんかディスったでしょ絶対。え、何話してんのこれ。え、何パセ何話してんのねえ、もう。何話してんの何話してんのか分かんないんだけど。あずみんちゃん、あずみんちゃんマジでプロ意識すごいよ、多分誰よりも強い。これ何話してんの、なんか言ってんの。聞こえない。あずみも尾崎さんと曽根さんの話してくれ。待って、庭の、でも私携帯1台しかない。あ、待って、携帯2台ある。でもこれこっちショールーム、私も庭どするべき、どういう気持ちで見てるんですか。どういう気持ちなんだろう。こんばんは。え、何何あ、すごい今言い訳タイムしてるパセが。え、違う待って、それは違う。え、待って、あれさ、ちょっと待って、あずみんちゃんとこでも話、ちょっと待って、もう。あずみちゃんとこの私の名前が上がってる。ちょっと何、どうしたらいいの。私イヤホン1個しかない。もうこれは無理だ。もうどっちかない。無理。違うんですよ、パセは違う、配信がこれしかないって言ってるけど、配信始まる前に私は LINE 送ったからね。まずパセは、パセに配信始まる前にもう逆に追いついたぐらいに LINE 送ったし、でしかもよ、でパセその後にツイートしてたの。なんか毎回あのみんなみたいな、えツイートしてたからウィーって思って、うん、何してるんですか。あっあやっとフォローしてくださった、ねなちゃん。そらさん今から来ますか、直接話しましょう。え、怖い、嫌な、いけない、怖い。そらさんの MC で、ありがとうあずみんちゃん、見てるんだよ、私見てたんだよ。かわいいがちで画面かわいすぎる。あずみんちゃん可愛いんだけど、でもあずみんちゃんとお話したいと思います。スラハ明日なんか土曜日会えるかな、会えるかな。あずみんちゃん語ってくれてた、聞きたかった、それは聞きたかった。じゃああずみんちゃんの口から聞きたいと思いますっていう強気、今強気だけど、じゃあ直で会ったらあの話じゃない。直であったらこうショールーム上ではこうやって話せるみたいな言えるけど、直であったら話せない。頑張ります。研究センター、土曜日多分ズームとかじゃないと思うから、多分だけどズームとかじゃなかったら会えるので、頑張って話してみます。
うい。メンバーの皆様、なになになに、もういいよもういいよいいよ、もう恥ずかしいよ。パセはここへ来いって、なんだと。なに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 、岡村りゅうちゃんが2段目います。待って、恥ずかしい。本当だ、嘘。ちょっと岡りゅうちゃん、どうもこんにちは、あのシナノソラハです。ちょっと緊張してます違うんです、本当に緊張しちゃうんですよ、の緊張しちゃうんですね。そう思った、中村舞アバター、いや知ってるんですけどね、舞ちゃんとね仲いいというか、あの推しメンしてくるんですけれども、あそうです、人見知り発動しちゃう、目がキラキラしてるねえ。押し投げてくれたのかな、ありがとう、公演で終わった後で疲れてるのに。そう、でもえ本当に多分ね、研究生ちゃんたちからしたらマジです、あのね裏表激しい人ってめっちゃ思われてそう。でも本当になんかね、何あれなんよ、なんか公演のとなんか、ステージ上のソラハもソラハなんだけど、裏でいる時って意外とソラ静かなのね。あのこれ結構ゆうかちゃんにも言われるの、ゆうかちゃんにも言われるけど、裏の時で結構静かなの。どっちかというとメイクしてる時はもうメイクに集中したいみたいな人間だからね、結構静かなの。だから多分びっくりされてるんだよね、これショールームとかも。これは本当にびっくりされてると思う。でもそう、ね、一度お話ししてみたい、 お話ししたら結構喋れるんですよ私。一度お話ししたら喋れる。でもそう、一度お話すまでがもうめちゃくちゃ気まずいっていうか難しくて、自分的にはこれもうずっと自分のソラハの課題なんですけど、そう本当にそう。だからね、あのビクビクされてるかもしれない、もしかしたら。そう、二期生ちゃんの時もそうだったんだよね。話しかける、ちょ、いや、で、ソラハから話しかけたいんですけど、めっちゃ緊張してるんですよ。え、何、配信終わったら、え、やだ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 、もう終わろうかな終わろうかな、やだやだやだ、終わろうかな、ちょっと待って待って待って、いや恥ずかしい、いやもう恥ずかしい恥ずかしい、いやもう無理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 、恥ずかしいです、無理です無理です、やだ恥ずかしい恥ずかしい、え恥ずかしい、見ないでください、アスミンローブ、え見ないでください、見ないでください、見ないでください、アスミン来ました、見ないでください、見ないでください、恥ずかしいです、え無理です、え無理です、恥ずかしい、見ないでください。あの意外とっていうか、もう確実に私意外とっていうか、みんなからしたら意外かもしれないんですけど、結構私人見知りで、いやもう怖い怖い、え待って待って、間もなくあずみ、えうういい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 。パセットも本当にもう2021年の後半ぐらいからですよ。それまでもなんかピンマイカーとマイカーで、まあ、一緒になんかね岸壁とか公演とかしてたんですけど、その時まあ普通に話してたぐらいだったんですよね。でもめっちゃ仲良くなれたのは本当に去年の冬ぐらいからということで、あ、いやちょっと待ってください、待ってください待ってください、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待って、一瞬ソラも緊張する
あの人間だから。でね、しかもあのアクターズスクールのね4人ってね、もうね本当にすごいの。もうアクターズスクールに通ってたから、もうダンスも歌も完璧で、もうね本当にすごいの。もうマネージャーさんとかにも多分しっかりね、あのこうねなんかされてる、こうねなんかお話とかいろいろされてるから、もうめちゃめちゃ正しい、礼儀正しすぎるんですよね。もうね、もうだからねちょっと緊張するんですよ、何を話せばいいのか分からなくて。でなんかね、あそのスクールの先輩とかだったらね、なんかねできるけど、できないよ。しかもね、あせみんちゃんは私の一個上、ね、お兄ちゃんと同い年なの。ちょっと共通点、他の3人が年下なの。めっちゃ私普段ね年下の方々とあんまりお話ししてないんですよ。ありちゃんさんぐらいでしょ、めちゃめちゃ仲いいのが。それの他はなんかお出かけとかしたことなくて、こうね、ちょっと緊張するの、年下の子は特に。そう、もうね、お話したい、お話めっちゃしたい、ソラハ的にすっごいしたいんだけど、めっちゃ緊張してるの。だから本当にマジでめっちゃ冷たい先輩だと思われててもおかしくないってぐらい、こう「おはようございます」って「あ、おはようございます」って、「お疲れさんです、お疲れさんです」って感じなんですよ、研究生ちゃんの子には。それは私が緊張してるから、あの嫌いとかそういうのじゃなくて本当に緊張してるから。え、でも待ってください、はいはいはい、あのでもね、その今日楽屋、そう公演終わりにいろんなね先輩方とか、あのマイカーのメンバーからこう突っ込む、なんかねいじられて、あのこう突っ込み返すみたいなして、毎回わちゃわちゃみたいな、わちゃ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 ってしてたから、それを多分見ると、あれ多分私たちのこと好きじゃないのかなとかって思ってるかもしれない。いや、わかんない、思ってないかもしれないんだけど、もう逆に興味ないですみたいなっていう感じかもしれないんですけど、ソラ的にはすっごい緊張してて、そう、今ね、今すごいね、なんだっけあれ、共振器多分見ればいいんだけどね、あのすごいね、心臓が鳴ってる、ドクドクしてる、すごいドクドク、聴診器聞くとすごいドキドキ、めっちゃ早い、いや心拍数すごい早い、やばい、本当にやばい、いや本当にやばいよ聴診器。あとなんかね、ちょっと喋り方が変だよって、ちょっとソラハじゃないみたいな、思ってる方、あのソラハね本当に YouTube の、 あの平成フラミンゴさんっていう方が本当に好きで、その平成フラミンゴさんの YouTube を見てるとこういう喋り方になってしまうんですよ。もうめちゃめちゃ面白くて、平成フラミンゴさん映ってしまうんですよっていうお話を今日矢野ほのかさんともしたんですけど、もう本当に緊張する、でも本当にやばい、今平成フラミンゴさんになってる気持ちでいる。もう意味わからんこと言ってる、もう意味わからん、やだやだやだ、え、見ないで見ないで見ないで、配信やだ、え、すごい恥ずかしいよ今、すごい恥ずかしい今、え、ちょっと待って待って待って、え、待ってちょっと待って、もうさすがに見てないかな、おかりおちゃんとか、もうすっごい緊張して、え、びっくりするぐらい緊張してるよ今、やばいやばい、もう黒歴史になる、黒歴史になる、もうやばいやばい、緊張する、あずみちゃんは配信終わってるのかな、やだやだやだ、恥ずかしい恥ずかしい、なんか私ね、でもね、なんかちょっと待って、いらないけど待って、寂しいんだけど、いやー、ありがとうございます、こちらこそありがとうございます、いや緊張する、緊張しちゃう、ちょっとね緊張してる、ありがとうございます、今日はありがとうございました。いやでもね、それはあずみんちゃんにお話頑張ってかけたことがあるんですよ、あの恋列監査の時に、まだあずみんちゃん受かってるけどスプラッシュとして出てる時に、あ違うかも、その後かも、その時にうわめちゃくちゃダンスがすごい綺麗だって思って STU 加入後かな、加入後に恋ラジ感謝祭の時めちゃくちゃ良かったですみたいなお話したことがある、恋ラジ感謝祭の時はお話ししてなかったかもしれない、
声ラジ感謝祭終わった後のその ST に加入しました ST48 になりましたっていう時に声ラジ感謝祭の気持ちを伝えたかもしれない。いやもうやばい、本当に緊張してる今、やばいよ、めっちゃ頭フル回転、頭フル回転してるんだけど全然言葉が出てこない。うんねえ、いや本当よ、ちょっと安否推しなのかな、安否推し、いやちょっとやばいですね、めちゃくちゃ緊張してるよ、すっごい緊張してる、本当に緊張してる、今日の公演並みに緊張してる、今日4ヶ月ぶりの公演ということでめちゃくちゃ緊張してたんですよ。で今はそのぐらい緊張してる、本当に緊張してる、だから早口なの。私緊張したらめちゃくちゃ早口になるし、意味わからんこと一人でもブツ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 言ってるんですよね。自分で今何話してるのかもわからない、緊張しすぎてね。キャスさん入ってありがとう、タケさん入ってありがとう。いやでも嬉しいね、来てくれてありがとうございます。うん、おかりおちゃんね、おかりおちゃんね、おかりおちゃんもそう、おかりおちゃんはもうなんかね、もうまいちゃんって感じがしてるよね。そらハモいるよほんとね、研究生ちゃんのこと話したいんだって話して、多分ね、みんなもびっくりすると思う、ファンの方も。そらはのその研究生ちゃんたちの前でのこの挨拶の「お疲れ様です」とか「頑張ってね」みたいな、っていうこうね、楽屋での研究生ちゃんに対する挨拶を見るとみんなびっくりしちゃう。緊張する緊張する、めっちゃ緊張する。ヤッシーさん入ってありがとう、バニラモンスターさん、鉄の星がありがとう。いやそう、時間が解決してくれる、いやそうなんよね、そうだとは思うんだけども、いや行きたいんよ、だってさ、こう毎回公演の前に盛り上げてくれて、オープニングアクトで盛り上げてくれてさ、みんなを温めてくれたりとかして、めちゃくちゃ本当に気持ち、心の中ですんごい感謝してるんですよ。でもね、そのオープニングアクト終わってはけた時に私たちがまあいるわけです、スタンバイしてるわけですよ。その時もなんかオカリオちゃんとパセがって、あーみたいなしてたり、なんかお疲れ様ですって言ってくれてるんだけど、なんかおおお緊張とその どう接すればいいのかが分からなくて、あお疲れ様です、頑張って、お疲れ様ですみたいなしてて、うん、意外と人見知りなんだよおいしい、でも本当にやばい、本当に恥ずかし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 い今。いやそう頑張りたい、そう頑張りたい、頑張ってそうお話しします。まだ見てくれてるかわかんないですけど、オカリオちゃんとアズミンちゃん、土曜日に直接会えるかな、STU の STU チャンネルのやつで会えると思うので、まあ、ズームじゃないと思うので多分会えるかな、会えた時はどうぞよろしくお願いします。ちょっと結構しか言ってないわ、ですね、意外と人見知りなので、はい、しか言わない、本当にちょっとお話できたらなって思います。よろしくお願いします、頑張ります。土曜日をきっかけにね、ちょっと仲良くなれたらなって。5周年の時とかもね、そのレッスンとかあったんですけど、こうで5周年見てくださった方は分かるんですけど、こう2期生ちゃん、あ研究生ちゃんが出る場面が少なくてですね、本当に一部分みたいな感じだったんですよね。だからなんかあまりお話しする機会がなかったと言いますかね、本番も楽屋がね離れ離れでお話しする機会がなくてですね、本当にお話しいやそんなん言ったら今日同じ楽屋やったやんってファンの方思うかもしれないですけど、同じ楽屋だったんですけど、普通にシンプルにソラハが4ヶ月ぶりで緊張してたっていうのもあるんですけれども、ちょっとやっぱりまだ恥ずかしいって言いますか、こう何をお話ししたらいいのか分からないっていうので、ちょっとお話できてなかったんですけど、ちょっと土曜日は頑張ってお話ししていきたいなと思います。一番土曜日のいるメンバーの中で一番先輩なんで、一応はい、一番年上ではないんですけど、
アンピとアズミンが1個上なのであるんですけども、あの歴としては私がはい一番上なので頑張ります。はい、うん、はい、頑張ります。はいですね、うん、いや本当に緊張してる、本当に緊張したらね、今日の MC もちょっとなんかバタバタしてたんだよね、なんか緊張しすぎて、うん、多分早口だったんだよ、めちゃくちゃ言われたもん、落ち着いてくださいって、もう本当にやばい、早口得意だったり、いや早口言われてて、早口得意ではないよ、それは本当に早口すぎる。いやすごい、自分でもね今何話してるのか分からないんですよ自分、うん、話すスピードが早口超えて、いや音速、いや無事早口で喋ろうとは思ってないんですよ、緊張してるんだよね私今、すっごい緊張してる。だってみんなもよく考えてみてよ、みんなが配信しとってさ、お仕事場っていうかさ、その、まあ、部下っていうか、まあ、後輩に見られてるって、めっちゃ緊張するでしょ。それだよ今、私今それなんだよ、それなんだよ今、そんなに早く、いや、多分緊張してるんでいつの間にか早くなってる、早口だけどちゃんと聞き取れる、嬉しい嬉しいありがとうございます。いや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 、しない、皆さんありがとう、逆にしないの、先輩も後輩も緊張する、ちょっと変なこと言えんやん、だっていや変なこと普段から言ってる人じゃないんですけど、ちょっとなんかちょっと言葉選びむずくなるやん、何話せばいいか分からなくなるやん、ちょっと、うん、そう、しかも2人、後輩には余裕見せて頑張ろうと思って、いや私は見せれないんですよ、もういつもドドバドしてるんで、全然余裕見せれてないです私普段力生ちゃんにも余裕は見せてないですね。いや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 、ありがとうございます、もう来てくれて、星投げもねしてくれて、もうお風呂入りたいよね、もうお風呂入ってきていいよ、ね、いっぱい頑張って汗ねやったからね、うん、うん、でもなんかね、あのね、私ね本当にね研究生ちゃんたちに対してなんかお母さん目線になっちゃうんですよ、公演中とかご指導の時もこう、ありがとうございましたって研究生ちゃんが去る時にね、こう、あ気をつけてねみたいな、暗いから気をつけてねみたいな言ってるんですけど、あれネタとかじゃなくてガチで思ってるんですよ私、あれ気をつけてねみたいな、あの暗いからねみたいな、無事に帰ってねみたいなってを言ってるんですけど、それもマジでねボケと なんかそういうねネタに走ってるんじゃなくてガチでなんかそうなんかねそうなんか守りたくなる感じがするんですよね、すごい、うん、だからね、あの本当にボケとかじゃないんだよね、ただね本当にもう結構本当にこうガチで普通にね気をつけてねってなっちゃう、ちょっと親戚のねおばちゃん感があるよね、でも母性、いや母性が目覚め始めてる、本当になんかね可愛いんだよね、もうちょ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 ってしてて可愛いじゃん、でも近所や本当に親戚や近所の感じですね、そのノリで、違うこのノリでいけるならもう話しとる、いけるのよ、めっちゃ緊張する、いや緊張するんですよ、何話せばいいのか分かんなくて、今日何食べたとかからでいいのかな、1個目ってむずくない、1個目話すのむずいよね、何話そうかな、お菓子、あまあ確かにお菓子とかは結構大事、そういうのって意外とねお菓子配っとったりとかしたらね、1個目にもか、いやそこまでそこまでお話ししてないのにユニバーになるよ、ユニバーはね誰とでもマジで行ったら絶対仲良くなれるから、写真も撮ったことあるんですよ、そう
ショールームでも自慢したんですけど、あずみんちゃんがね、そう私が男装した時にすごい走ってきてくれて、写真撮れたんですみたいな言って、すごいね、ちょっと今まで見た顔の中で一番ちょっと女の子感のある顔になってて、可愛いってなって、そう、その時はツーショット撮ったし、その前の大阪のリアルお話し会でもツーショット撮ったりと、意外とツーショット撮ってるんだよ。私の前髪クリアじゃない、大丈夫自分で確認しろってならんそれ確かにショールーム来てくれてありがとう、これ一発目でいけるね、確かに。いやめっちゃ緊張する、本当に緊張しちゃうよ、土曜日やばい、多分明後日だよね、明後日、しあさってか、いや頑張ります頑張ります、うーん頑張る、うーん話しましょう話しましょう、うーん緊張する、今日からずっと緊張してるかもしれない。え、ショールーム来てくれないから今行かない、いやすごっ、その先輩すごっ、そんな仲良くないのにと思われちゃうよ、そんな、はあ、STU チャンネルですね、そうですね、頑張ろう、天一の空です、結果報告、ちょっと待って、緊張する、それは待って待って待ってね、向こうにメールが来てました、おーいおーい、そうですね、まずはお友達から、いや待って本当に緊張する、やめてよ、めっちゃ緊張してきて、明日のレッスン全然振り覚えれなかったらどうしよう、緊張しすぎて振り覚えれませんみたいな、逆に広島からだったらおすすめの店、え、でもね、そう私広島ね、意外とね宮島とかしか行ったことなくて、あんまりね分かんないんですよね、だけど普通に新編に教えてほしいっていうのがあるよね、ちょっと私お出かけアウトドア派なので、結構もうアウトドアしたいから、でもどっかに行きたいっていうのはありますね、結構どっかに行くのは好きなのでね、ぜひもしよかったら全然予定が合いましたら お出かけしましょう、連れてったるでみたいな感じじゃなくて、案内してください側なんですけど、ご飯一体、いやご飯も置いたらもう自分が食べずにもう食べ食べ食べ言ってそう、自分宮島ね、確かにね、いや本当に緊張してきた、緊張する、いや普通にお話、いやいやいや、お話しましょう、お話、まずお話ですね、今は30分、え、待って待って待って、え、もう12時前、え、やばい、ありがとう、来てくれて、来てくれてありがとう、本当に、でも本当にね、2人ともマジで守ってあげたい感が半端ないんですよね、もう出てるんですよ、もう守ってあげたい感がすごい出てるから、私はもう守りたいってなる、もう顔が怖いもんだって、自分の顔が全然笑ってない、もうこう緊張しすぎて顔がこわばってる、そろそろパセが嫉妬しそう、いやーパセはね嫉妬せんよ、パセは嫉妬しない、やばいね、もう20時配信前より買い付けてマジで緊張するの、本当に緊張する、明日も朝早いし、私はっていうかレッスンがあるので、あれこれでよ、緊張してる、斉藤さん入ってありがとう、で、よし、
13位ダルボーさん、12位カイトさん、11位オリクオークさん、10位帝国さん、9位トムさん、8位スーさん、7位ミロさん、6位アズリさん、5位ハシモさん、4位テレナギさん、3位キャスさん、2位ヨウさん、そして1位はヤスベイさん。ありがとうございます。生きてます生きてます、めちゃくちゃ生きてます。もうめっちゃ緊張してるんだよね。あのオカリオちゃんファンの皆さんとか、あのアズミンちゃんファンの皆さんとか、あの来てくださった方ありがとうございました。あの普段はもうちょっとだけゆっくりお話ししてるので、あのいつも今日はちょっとめちゃくちゃ早口になってしまったんですけど、今日だけなのでこの早口は、普段はもうちょっとだけ遅いと思うので、またもしよければ時間がありましたら遊びに来てください。あ、そっか、2人ともそうだよね、星投げてくれたもんね。20位がオカリオちゃん、ありがとう。そして25位がアズミちゃん、ありがとう。ありがとうございます。よし、では配信終わります。ありがとうございました。バイちゃん、公演もありがとうございました。おやすみ。